こんばんは。こんばんは。さあ、デイリープロ野球ニュースの時間です。はい、山崎久々ですね、このコンビ。そうだな、はい、プロ野球ニュースで実は10年以上前か。10年以上もう 前だな、組んでたな。2008年です。そうか、はい、もうそんなになる。もうそんなになります。なるほどね、はい、はい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 。いやいや、まあちょっと懐かしかったので。まあ懐かしいよな。はい、そうなんですよ。はい、あの時ね、まあ、あんまり台本がなかったというか、うん、まあ一つのこう縛りみたいなのがあったけど、まあ、ありましたけど、くくりはね、くくりはな、はい、あったけど、まあ、これを喋れ、あれを喋れっていうのはあんまりなかったよね。あんまりなかったですよね、うん、なのでちょっと今回はですね、ちょっとデイリープロ野球ニュースということでお届けしたいんですけれども、はい、うん、さあ今日のトピックス、おどれいきましょうか。1番から5番まであります。じゃあ3番から。3番から。阿部慎之助、はい、二軍監督のちょっと記事が出てまして、はい、これびっくりしたんですけれども、23日月曜日、文春オンライン、まあ、文春が、まあ、ドーンと記事にしたんですけれども、実は横川投手、はいはい、豊さんも一応左ピッチャーのな。そうです、横川投手が、大阪桐蔭だっけ。大阪桐蔭です。そうです、そうです、そうです。二軍戦で4回13失点した試合があったんですよ、うん、でその時に実は3回もう終わった時点ですかね、指の皮が剥けたというふうにこう言ったんですけれども、まあ、阿部監督、まあ、杉内コーチもそうなんですけれども、いや5回まで投げ切れと言って、まあ、結局その次の回の4回に9失点したというものがあったんですけれども、でこれを文春がこう阿部監督がちょっとこれはパワハラというか、これは何かちょっといじめではないかというふうに取り上げたんですけれども、うん、一方で実は横川投手が杉内コーチなどのそのフォームや指導をあまり聞かずに、その YouTube の、投球フォームで自分でこういろいろ試行錯誤していると、なんかそこら辺の確執があるんじゃないかっていうのもささやかれてまして、うん、ちょっとそのあたりが、あ、大丈夫かなというか、どうなっているんだろうという、まあ、3番を引いたのでこれなんですけど。なるほどね。ああそうか、まあ、豊さんはもちろん阿部二軍監督のこともよく知ってます。この、ね、後輩だしね、はい、コーチ、はいはい、ゲストにも来てくださいましたし、まあ、熱血感ですね、ありますよね、はい、プラス横川投手については豊さん動画ですごくいい投手がいるよということで、そうそう、はい、今年完封してね、ファームだけど、はい、で1軍に上がってっていう、まあ、1軍ではちょっと結果を残せなくて、はい、またファームに落ちたんだけどね、うん、まあそうだな、うん、まあ、何が真意かっていうのは、うん、まあ、ちょっとさておきというか分からないので憶測になってしまうんですが、うんうんうん、まあ、YouTube でやるっていうのは、はい、まあ、いろんな YouTube が出てるよね、まあ、例えば打撃理論、投球フォームの解析とかさ、はい、まあ、いろんなものが出てるんだけど、まあ、何が正しいかって結果を残したら正しくなっちゃうんだよね。そこですね、ああ、だから、まあ、例えばさ、まあ、杉内とか慎之助とか、はい、まあ、優秀な監督だし優秀な投手コーチだと思うんだよ。だけど横川に合うかどうかっていうのはさ、これはまた別問題で、はい、ただその言うことを聞く聞かないっていうのはさ、それはもう横川の人生もあるからな、うん、まあ、そうですね、だからまあ YouTube で腑に落ちたところがあって試してみようっていうことも分かるよね。まあ、それと俺はアメリカにさ、はい、引退してすぐ行ってアメリカ行って教育理由かなんか見たんだよね、はい、でアカデミーとかいろいろ見たんだけどさ、まあ、3A とかもね、でその時に明らかに痛めるフォームでピッチャー投げてんの、はい、でも球はめちゃくちゃ速いんだよ。でこれもったいないなと思ったらさ、はい、でコーチに聞いたの、これ直さないと故障するって分かってるよねって言ったの、はい、そしたらそれは分かってると、おでも彼の人生なんだ、だからそれを直して投げれなくなったら彼は私たちのせいにするだろう、だから触れないんだと彼の人生は、でも壊さないでそのままメジャー行って活躍するしてくれるのが一番いいと、はい、ただ精神的なサポートだとか、はい、背中を押してあげるとかそういうのはするっていうふうに言ってたんだよね。で日本の指導ってさ、はい、やっぱ押し付けみたいなのもあるしさ、なかなかその言うことを聞かなきゃ使ってくれないとかさ、はい、一番いいのは選手が自分で考えて自分で試しをしてそれで成功していくとそれが自分のものになるんだよね、はい、教えられたものっていうのはやっぱその人じゃないとわからないというかさ、だから非常に難しい問題だけど ね、 そうですね、文化の違いもあるし、でも日本でやってる以上は
やっぱこうそういうのに従った方がいいのかもわからないけども、はい、だけど横川はやっぱこう今まで教えられたものよりもこっちの方がいいと思ってやってるわけでしょ。それはやっぱこう否定ではなくて、まずは肯定してあげないとさ、うん、やっぱせっかく自分で考えたんだから、はい、やっぱこういろんなものを見つけたんだから、うん、まあそっからの話だよね。そうですね、うん、あとはコミュニケーションがどう取れているのかとか、例えば、うん、自分はこう思うんですけれども、この投球フォームって例えば自分に合ってますかとか、例えばアドバイスをこうだとか、そういうのってどうなんですかね。まあ、だからさ、森内もさ、はい、やっぱこう人としての好き嫌いっていうのは多分あると思うんだよ。まあ、苦手とか、そう苦手とか空気感が合わないとか、はい、だから絶対あると思うんだよ、はい。そういうやつの意見って聞けるか。ただその自分が新人の頃と今の年齢になってくると、やっぱり今の年齢だとなかなか聞けないじゃないですか。もうそのまでの経験とか実績とかがあるから。ただやっぱり自分が新人の頃とかまだ 2,3 年目だと、やっぱりただいろいろいろんなことを聞きすぎてわけわかんなくなるっていうのはありますよね、うん、いやだから合わない、空気感が合わないとか、嫌いな人間から言われても分かってるけど聞かないとかさ、そういうのはある、はいはい、絶対あると思うんだよ、ね、俺も若い時あったもん。お、うん、それは、はい、でふてくされてノック受けてたら、はい、こいつ何言ってんだと思いながらイレギュラーして口切ったけどねバチャだったけどさ、まあ、帰ってきたんだよね。そうそう、でも四日はね、はい、覚えておいてほしいのは、誰も四日を悪くしようと思って言ってるわけじゃないし、はい、なんて言うんだろう、本当にあの早く一軍に上がってね活躍してほしいっていうことをこう教えてるわけね、はい、うん、だから、まあ、悪くは取らないようにしといた方がいいよね、うん、選手はね。そうです、うん、ただその監督コーチも今難しくてさ、はい、すぐ何かやったらパワハラだって言われるけども、まあよくしようと思ってるんだよね、よくかを、うん、血を流すとかどの程度か俺も分かんないからさ、あ豆が潰れたっていうところですね。そうそうそう、でもさ自分がもう本当に初勝利って言った時にさ、はい、マウンド行ってもう割れてるからやめようって言って勝ってる試合を降りるかって言ったらさ、5回まで行かせてくれって多分言うと思うんだよね、はい、うん、だから2軍は鍛錬の場であり、パワハラって言えばパワハラかもわからないけども、まあ、ここの判断は本当当事者じゃないとなんか判断しにくいな。そうですね、我々がっていうのはそうですよね。いや見てて完全にはお前それはパワハラだぞっていうふうには言えるけど、はい、でもその記事だけじゃさ、うん、どこまで本当なのかっていうのもわからないしね、はい、でも基本俺もコーチもやったし選手もやったし、はい、でもコーチで誰一人こいつを貶めようとか、うん、そういう人は一人もいないよ。だからまあでも横川のその YouTube を見て、はい、いや試してみようってする気持ちもすごく大事だと思うよ。自分で考えて自分でアレンジをしてやってみるっていうのはね、まあ、そのままそっくり鵜呑みにしてやるんじゃなくて、そこから自分流でじゃあどうしたらいいかって考えながらってことですよね。昔なんかも上から叩けだからね、バッティングなんか今かね、それで王さんは上から叩いて、はい、ホームラン868本打ったみたいな。でも王さんの解析を見てるとちょっと下から出てるけどねそうそうそう、でもそれは王さんは意識づけをするために最短をね、はい、やってるだけで、でもそれをみんな鵜呑みにして、うん、あの当時のバッティングコーチ、俺らが若い頃ね、はい、いやお前下から出てる、上から叩けて、上から叩けないんだけどみたいな俺はどっちかというと高めを勝ち上げるタイプだったからさ、はい、上から叩け上から叩けって言われて、はい、うーん違うんじゃないかと思いながらも、はい、はいはいって聞いてたけどさ、はい、でも今大谷はこう下からっていうね、うん、バレルゾーンに持っていくみたいな、はい、それが正解になってるわけでしょ今は ね、 そうですね。だからまあ時代とともに技術も変わるし、はい、まあ思考も変わるしね、はい、だからそこら辺は柔軟にしとかないとね。そうですね、うん、それはまあお互いに柔軟にっていうところですね。まあそうだね、はい、で、はい、1番じゃあ1番はまあ次回ということで。なんだよもう終わりかよもうお時間がデイリー早いね。デイリープロ野球ニュースはですね、うん、本家のプロ野球ニュースとは違いまして時間がね、うん、10分ぐらいなんですよ。非常に短い、ね、時短でやんの時短です。なんだよそれというわけで、いやお前1番から5番まであるって言ってたよね。今日は1番から5番の3番を選んだので、次回1、2、4、5から選んでください。ちなみに1番は何だったの。
ちなみに1番はですね、座談会です。トレードの期限がいよいよもう本当にあとわずかとなってます。8月31日まで。次回はじゃあ1番でいきましょう、はいはい、というわけで、今日のデイリープロ野球ニュースのお時間でした。